在フランクフルト日本国総領事館は、ドイツの都市フランクフルトアムマインに設置されている、日本の総領事館。メッセターム34、フリードリヒエイベルトアンレージ49、6327フランクフルトヘッセン州、ラインラントップファルツ州、およびザールラント州を管轄。2015年4月1日、フランクフルト日本社を置く、フランクフルタールゲマイネツアイトゥング市の東京特派員。 カルステン・ゲルミスが日本外国特派員協会に寄稿して安倍政権による報道機関への抑圧があると主張する英文の手記を協会しナンバー1新聞ウェブ版で公開した。ゲルミス特派員は韓国が国際法に違反して不法占領している竹島を旅行と称して訪問するなど日本の国益に反する立場での取材や報道をする傾向にあった。そのため 2010年代前半の安倍政権時に当時の坂本秀幸総領事が日本の国益を代表して直々にフランクフルタアルゲマイネタイトゥング本社の外交担当デスクを訪問し90分間の会談を通じて日本の国益と対立する変更報道をたしなめた2017年12月27日当時フランクフルト総領事を務めていた 神山武氏が2015年8月から2017年10月にかけて計76万円の公費を息子の就職を働きかけるという指摘目的に流用し会計書類に虚偽の記載をしたことが発覚して国家公務員法に基づいて12月27日付で懲戒免職されたことを日本国外務省が発表した。ありがとうございます。